中日エンゼルス、試合中止。台風の影響によりレッズとの試合は明日のダブルヘッダーの一部として再スケジュールされたようです。大谷休めるね。ダブルヘッダー多いな。今日はもともとないやろ。嵐の中でトラウトにリポートさせろ。ハリケーンやばい。 TV 起動したら最新の結果がずっと出るんやが、4対18何日間でんねんこれ。笑い。ドジャースタジアムとかも水没してたから相当ひどいんやろな。木曜日またダブルヘッダーになるんか。ハリー、ケインそんなひどいんか。カリフォルニア大洪水やんけ。またダブルヘッダーで大谷先発かよ。西海岸に台風が行くのにびっくりだわ。80年ぶりぐらいなんやろ。こいついつもダブルヘッダーしてんな。天気が安定してるくらいしか取り柄がないのに。ドジャスタって丘の上にあるんじゃなかったっけ。なんでこんな浸水しとるん。気づいてないだけで他のチームもダブルヘッダー結構してるんか。レンドーンはハリケーン中継して楽しそうにしてたな。ロスはもともと雨少ない地域やし、水害対策なんて全くしてないやろな。ご視聴ありがとうございました。